どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、マリオットホテルのね、年間チョイス特典っていうね、特典についてね、解説していきたいと思います。でこの年間チョイス特典っていうのは、マリオットホテルにね50泊すると、もらえる特典となっておりまして、まあ私もね、先日のニューヨーク滞在でまあ今年プラチナチャレンジっていうものをねしたっていうのもあって、年間チョイス特典っていうものをいただきましたんで、今回こちらをね解説していきたいと思います。でまあ名前の通りね、まあいくつかの特典からまあ自分の好きなものを選ぶっていう感じなんですけども、特典をね一つずつ紹介していきたいと思います。でまずはじめにですね、スイートナイトアワードっていう特典、まあこちらちょっと後でね解説しますね。次に、友人または家族への、シルバーエリート資格の贈呈、まあ知ってる人とか家族の人にね、まあシルバーステータスを上げるっていうことができます。次に5エリートナイトクレジット、こちらはですね5泊分の宿泊実績をまあ追加できるっていう感じですね。まあ私はまあ今回50泊でまあプラチナステータス、まあもうプラチナチャレンジをしてるんでプラチナステータスになってるんですけども、まあ本来は50泊するとプラチナステータスがもらえるんですよね。ですんでまあこのプラチナステータスをもらったこの50泊で、75泊行くとですね、チタンエリートってもう一個上のね会員ステータスになるんですけども、まあそちら狙ってる方はね、まあこちらを選ぶ人が多いかなっていう感じですね。まあ5泊分の宿泊実績がまあもらえるっていうものになっております。で次に、ユニセフへの100ドルの寄付で、次にですねお気に入りのホテルのホテルベッド 40% 割引っていうのをね、もらえます。割引券ですよね。まあこちらあのマリオットホテルね、まあ泊まってる方ね、まあわかると思うんですけども、マリオットのホテルのベッドってとてもまあ好みはあると思いますけど、すごいねふかふかのベッドですよね。あちらの、好きなね、ホテルブランドの、ベッドがまあ 40% オフでね購入することができます。まあですけど、まあ日本の家であのサイズのホテルベッドをまあ、シングルとかだったら入るかもしれないですけども、まあ、かなりちょっと難易度高いかなっていう感じはするんですけども、まあ、こういう特典から選ぶことができます。まあ、今言った中のね、特典を、まあ、一つね、選んで、まあ、利用するっていう感じですね。で、私が、選んだのはですね、スイートナイトアワード5泊分っていう特典を、チョイスいたしました。まあ、今回はね、まあ、こちらをメインでね、まあ、解説していきたいと思うんですけども、こちらね、スイートナイトアワード5泊分っていうのは、まあ、どういう特典かというと、まあ、5泊分の宿泊に対してリクエストするとですね、まあ、スイートルームのアップグレードを確約してくれますよっていうのが、このスイート5泊分のスイートナイトアワードっていうものなんですよね。利用方法としては、宿泊、まあ、お金を払って宿泊する、あと、無料宿泊ですね、ポイントを使った無料宿泊で、宿泊する、プラス、キャッシュ&ポイントっていう現金とポイントをね併用して、宿泊するっていうやり方がありますけども、この宿泊に対してこのスイートナイトアワードをリクエストするみたいな感じになって、宿泊のね5日前になると、ホテル側がまあ5日前になるとスイートルームが空いてるかを調べていただける。そうすると、もし空いてたらね、このスイートルームにアップグレードが、まあ、確証されるっていうのが、このスイートナイトアワードっていうものなんですよね。で、もしホテル側が調べて、まあ、スイートルームが残念ながら空いてないってなった場合は、このスイートナイトアワードの特典は、まあ、返却されるみたいなものなんですよね。ですんで、まあ、リクエストしたら、もしね、空いてたらね、スイートルームがね、確約されるっていうことなんで、しかもね、ポイントで、宿泊する無料宿泊でも利用できてしまうんですよね。まあ、スイートルームって基本的に、まあ、5万とか10万とかね、結構とんでもない料金するんですよね。まあ、もちろんスイートルームですからね。私が今までニューヨークとかね、日本、ハワイでね、スイートルーム宿泊させていただいたこともありますけども、一泊分の宿泊だと本当に7万とかね、まあ、6万とかね、まあ、ニューヨークのスイートルームね、に宿泊した部屋は、まあ、一泊そこまで、そんな高くなったかな、4万とかそんなもんだったと思うんですけども、まあ、これがね、まあ、ホテルによってね、まあ、値段は変わるんですけども、やはり高いところ、まあ、シーズンにもよりますけども、本当に高いとね、一泊10万超えるような客室もあるわけなんですけども、これは受けられるっていうことなんですよね。ポイントでホテルを取って、スイートナイトアワードで、まあ、リクエストすると無料でスイートルームがね、
しかも確約で泊まれるっていうことですんで、まあ5日前までにね、空いてれば確実にスイートルームに宿泊できるっていうので、これすごい特典ですよね。まあ私個人的にはね、まあニューヨークで使いたいなと思うんですけども、まあちょっとね、次のニューヨークは今のところね、予定が立ってないので、まあもしかしたら国内で使うかもしれませんし、海外で使うかもしれないっていう感じですね。で、次にですね、このスイートナイトアワードの対象のホテルと対象外のホテルっていうのがあるんですよね。まあ今回国内でね、ちょっと解説していきたいなと思うんですけども、まず、大前提として、リッツカールトンホテルはこちら対象外なんですよね。うん、すごい残念ですね。まあマリオット系でね、まあ一番と言っても過言ではない、このリッツカールトン系のホテルでは、このスイートナイトアワードっていうのは対象外となっておりますんで、申請すらできないんですよね。まあこれはちょっと残念ですね。で、次に、ちょっと国内で、話していくとですね、国内の場合は、対象のホテルと、対象だけどスイートルームがリクエストできないホテルと対象外のホテルっていう、この3つに分かれるんですよね。ちょっと残念ですよね。ではね、対象のホテルから解説していきたいと思うんですけども、ちょっとね、名前挙げていきますね。ウェスティンリスツリゾート、まあこちら北海道ですね。キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道、シェラトン北海道キロロリゾート、シェラトングラント東京ベイホテル。こちらはディズニーランドの隣にあるホテルですね。まあ隣っていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあそこら辺のエリア、東京ディズニーランドのエリアにあるホテルですね。あとウェスティンホテル東京、名古屋マリオットアソシアホテル、フォーポイントバイシェラトン、名古屋中部国際空港、ウェスティンホテル、ホテル大阪、セントレイズ大阪、シェラトングランドホテル広島、シェラトン沖縄サンマリーナリゾートとなっております。まあこちらスイートナイトアワードでスイートルームがリクエストできるホテルとなっておりますね。まあ次行っちゃいますね、先に。で、スイートナイトアワード対象だけどスイートルームがリクエストできないホテル、まあ要はここでは使わない方がいいんじゃないかなっていうホテルですね。ウェスティンホテル、仙台、ラグジュアリーコレクションホテル京都、モクシー大阪本庁、横浜、ベイシェラトンホテル&タワーズ、2つのね種類を言いましたよね。スイートナイトアワード対象のホテルと、対象だけど、スイートルームがリクエストできないホテル。まあ今この2つをね、紹介しましたけども、今ね申し上げてない国内ホテル、まあありますよね。山中湖とか、修善寺とかね、まあ数多くのマリオットホテルってまだありますけども、そちらは全部対象外です。ですので今ね、私が申し上げたホテルでしかこのスイートナイトアワードっていうのはまあ利用できないんですよね。まあちょっと残念だなとは思うんですけども、まあでもね、地域で言うと、北海道、東京、千葉、名古屋、大阪、広島、沖縄ということで、まあ大体全国大体全国で今一応利用できるんですけども、ちょっとねホテル自体は、かなり限られてしまいますね。もうちょっと広げてほしいなと思うんですけども、まあ狙い目としてはやはりどうなんでしょうかね。まあ一番この中で、高級ホテルの部類に入ってくるのはやっぱりセントレディス大阪なのかなっていうふうに、まあ個人的には思いますね。まあウェスティンホテル東京とかもね、かなりね宿泊、まあ、現金で決済するとかなり高いホテルなんで、まあそこら辺かなっていう感じですけど、まあホテルの好みとかね、まあどういうホテルに泊まりたいとかね、そういうのもあると思いますんで、まあ個人的にはセントレディス大阪のスイートルームは多分値段的には一番高いのではないのかなと思います。いかがだったでしょうか。今回はね、年間50泊をして、もらえる、マリオットボンボイホテルの年間チョイス特典についてね、特にスイートナイトアワードについて、まあ、解説させていただきましたけども、ちょっと個人的にはね、ニューヨークでちょっと使ってみたいなって思う部分があるんですけども、ちょっとね、今申し上げた通り、このスイートナイトアワードっていうのは対象のホテルと対象外のホテルがありますんで、実際に予約を、まあ、入れてみて、
で、スイートナイトアワードを、リクエストできるかどうかで、まあ、この利用できるかできないかっていうのはね、変わってきてしまいますんで、やってみないとわからない部分がね、かなりありますんで、どこかでね、利用したいなとは思うんですけども、ちょっとね、どこで利用できるかはちょっとわかんないですね。うん、できればニューヨークで利用したいなと思うんですけども、ニューヨークは高いですからね。まあ、ポイント自体も高いですから、5泊分で、まあ、要は5泊分のね、宿泊費、まあ、ポイントもしくは現金をね、まあ、用意しなきゃいけないんで、まあ、そこもね、検討しなきゃいけない部分でありますね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った、面白かったって方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。